ヘンリーヒルヘンリーヒルはアメリカのギャングスター。11歳にしてタクシーの配車センターでマフィアの使い走りを始め、その後あらゆる犯罪に手を染めた。母親のカルメラ・コスタ・ヒルはシチリア出身。父親のヘンリーヒルシニアは12歳の時にアイルランドからアメリカへ移民してきて、その時すでに父親が亡くなっていたので彼一人で母と三人の弟の面倒を見てきた。彼に言わせれば、 アメリカの子供は甘えていた。ヘンリーヒルには4人の姉、2人の弟がいた。12歳で、ルッケー前一家のポーリー・バリオや彼の兄弟の使い走りになり、シチリア人の血が半分入っていたために、彼に気に入られる。この頃すでに自分で使い切れないほど金を稼いでいた。13歳の時には、ナンバーズ賭博券や爆薬を売ったりしていた。バリオの一味がやっている、賭博業も手伝うようになる。 この頃には学校にもほとんど行っていなかった。16歳の時に盗品のクレジットカードを使ったことで初めて逮捕される。警察にはカードのことや仲間のことは一切言わなかった。そのため裁判が終わった時バリオ一味は昼を祝福した。この事件では6ヶ月の執行猶予で済んだ。その後も偽クレジットカードを使い買い物をしたりした。 当時はコンピュータなどなかったから偽造カードとはすぐにバレず捕まる心配などしなかった。他にタバコの密売も行っていた。市販店より安く売ったので飛ぶように売れたという。盗難車の販売もやった。22歳の時にユダヤ系のカレン・フリードマンと結婚する。お互いの両親が反対したが二人で入籍した。この時カレンは昼がギャングとは知らず仕事も何をしているか知らなかったという。 1966年23歳の頃から、強奪を始める。24歳の時には、飲み屋も始める。26歳の時には相当な稼ぎがあり、ブリオーニのスーツを15着、プラチナや金の時計、ネックレスなど好きに身につけ、愛人には高価なプレゼントを送っていた。1972年に暴力事件を起こし、強括罪で10年の刑を受ける。裁判の後、 上訴したりして、刑務所に入るまで2年近くかかりその間に、どの刑務所が楽か調べていた。ペンシルベニア州にあるルイスバーグ連邦刑務所に入る。そこには脱税で捕まっていたボスのポーリーもいた。ギャングは監修を買収していたので他の囚人とは別で、好きに生活していた。ヒルはこの刑務所で麻薬の売人もやっていた。当時この刑務所では、LSD やマリファナが流行っていた。 ポーリーは薬に反対していたので、彼には薬取引などやっていないと嘘をついていた。面会に来た妻に持って来させたりしていた。1978年7月12日に出所する。出所してから精力的に麻薬取引をはじめ、銃の密売もやる。他に、東南宝石の売買、スポーツの八百長試合などにも関与した。1978年に、ジミーバークたちと、 ルフトハンザ強奪事件の計画を立て成功させる。刑務所から出てから自分の家の庭仕事を手伝っている少年に麻薬の運び屋をやらせるが、後に彼が警察に捕まり情報を提供してしまう。電話も盗聴されており、情報が警察に渡っていた。彼は電話で取引の話をするとき、麻薬の代わりに宝石の名前を使っていたが、捜査員にはすぐに解読された。 麻薬で捕まったことで、麻薬取引を禁止していたボスのポーリーに見捨てられ、彼の一家から破門された。ポーリーはヒルの妻の彼に選別として3000ドルを渡した。その時ポーリーは泣いていたという、拘置所での取り調べの間、FBI 捜査官はヒルに対し、ルフトハンザ強奪事件に関わって殺された大勢の人間の死体写真を見せて、ここを出たらお前の命もない。 実刑を受ければ25年内死終神経の可能性がある等の文句でプレッシャーを与え続けた。実際にこの頃には一家を破門されてはいるものの、かつての仲間から情報を知りすぎている危険人物とみなされ、命を狙われるようになっていた。その後、妻とその母に1万ドルの保釈金を用意してもらい、刑務所を出た。しかし、すぐに今度はルフトハンザ事件で捕まった。 今度は一生刑務所暮らしか FBI と取引するかどちらかしかなかった。1980年5月27日にアメリカ合衆国司法省組織犯罪撲滅犯と取引し妻と子と共に承認保護制度に入った。そして裁判でこれまで犯した犯罪について証言した。そのためかつての仕事仲間は有罪を受けた。 出所後の1987年にはシアトルで麻薬取引の容疑で逮捕されたが2005年に冤罪と認められて無罪判決を受けるその間の1989年にカレンと離婚その後ヒルは名前を変えてカリフォルニアのマリブに住んだ2009年にイタリア系の婚約者と再婚予定だった二つのレストランを経営していた ヘンリー・ヒルのハラン・バンの人生は小説、ワイズ・ガイ、そしてこの作品を原案にした映画、グッド・フェローズで知られるようになった。2012年6月12日、ロサンゼルスの病院で病死、69歳没。ありがとうございます。